スタジオジブリ、株式会社スタジオジブリは、日本のアニメ制作会社、日本動画協会巡回員、以下、ジブリと略記する場合あり、由来などについては名称も参照。長編アニメーション映画の制作を主力事業としているが、1990年代中期以降、短編作品の制作及び実写作品の企画、 日本国外のアニメーションの公開や DVD 発売、熱風という小冊子の発行を行う出版事業や音楽事業、加えて、三鷹の森ジブリ美術館への展示物定期制作など、関連事業は多岐にわたる。また他社テレビ作品の動画グロスも受け負っている。1985年6月15日、風の谷のナウシカを制作したトップクラフトを、 徳馬書店の出資によって発展的に解散、解組する形で設立、同社社長、当時、徳馬安義が初代代表取締役社長に就任した。ただし実質的な経営財務責任者は、旧トップクラフトを設立した原徹であった、原は初代常務に就任。当時はジブリ関連書籍の大半が徳馬書店から刊行され、 同社のためでア展開推進の中核的存在でもあった。設立時からしばらくの期間は作品ごとにスタッフを集め完成と共に解散する方式をとっており、他社同様アニメーターは業務委託契約による部合制だった。後に人材育成のためにアニメーターを正社員化、固定給制にするなど高品質で安定した作品作りの拠点とした。 1996年に、ウォルト・ディズニー・カンパニー、WDC 並びに、日本法人のウォルト・ディズニー・ジャパン、WDCJ の間で国内でのビデオソフト、ジブリがいっぱい、コレクション発売予備海外でのジブリ作品配給に関わる事業提携を締結したことに伴い、もののけ姫より WDC、ディズニー表記が、長編アニメーション作品に出資、参画するようになった。 また、海外では、基本的に、作品ごとに地域が異なるウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズか、WDC 子会社のミラマックスが配給し、ウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテイメントが、ビデオ発売を担当する。2008年には、WDCJ 社長の星野浩二が、ジブリ創業メンバー鈴木敏夫の指名により、代表取締役社長に就任しいる。 2017年11月に中島清文を公認として会長に就任。スタジオジブリの名称は、サハラ砂漠に吹く熱風、ギブリーに由来しており、第二次世界大戦中のイタリアカプローニ社の偵察、爆撃機の名前でもある、カプローニー CA309 ジブリ。宮崎春の思い込みから、ジブリとなったが、ギブリの方が、言語に近い発音である。 イタリアのマセラティ社の乗用車ギブリーは日本でも1970年代からギブリと呼ばれている。このイタリア語はもともとアラビア語のリビア方言のジャバル、山がなまったものである。スタジオジブリのマークはスタジオジブリの作品、隣のトトロに登場するキャラクター、トトロがデザインされている。スタジオジブリの第2レーベルで実写作品部門のスタジオカジノは スタジオの所在地東京都小金井市、カジノ町から命名された。2005年の徳馬書店参加からの独立に際して、ジブリの名称を徳馬書店から買い取らなければならなくなった。宮崎俊が買い取りに消極的な姿勢を示して、鈴木敏夫もそれに同意し、新しい名称として宮崎が白っ子、これもサハラ砂漠に吹く風に由来という案を出したが、社内の評判が良くなく、 結局、ジブリの名称を継続することとなった。1996年に、ウォルト・ディズニー・カンパニー、WDC 並びに、日本法人のウォルト・ディズニー・ジャパン、WDCJ の間で国内での、スタジオジブリ制作作品のビデオソフト発売及び、海外での自リ作品配給に関わる、事業提携を締結した。これに伴い、ジブリが、いっぱい、コレクション、 ジブリがいっぱいコレクションのシリーズが創設され、1997年6月27日の隣のトトロより VHS ビデオソフトの販売を WDCJ のビデオソフトモンのブエナビスタホームエンターテインメントジャパンが行うようになった。また、2001年からは DVD ビデオ版、2009年からはブルーレイディスクビデオ版のパッケージ展開も開始している。 発売時のテレビ CM などの宣伝についても WDCJ が行う。なお、販売、レンタル店向け営業は WDC と提携関係にあるポニーキャニオンが行っている。これ以前に発売された耳をすませばまでの VHS ソフトは特馬ビデオのレーベルで特馬書店が発売元、販売元は特馬ジャパンが担っていた。 特馬によって発売されたジブリの旧作品についても、ジブリがいっぱいコレクションシリーズとして VHS 及び DVD ビデオで順次発売されている。DVD ビデオブルー、レイディスクビデオについては、本編以外にエコンテジュなどの特典映像が収録されたディスクを含んだセルパッケージで発売されるタイトルがある。レンタル DVD 仕様は本編ディスのみ。なお、 レーザーディスクソフトにおいては、徳馬との関係が継続されたため、1998年発売の、もののけ姫については徳馬からの発売、販売となった。ジブリの名を冠したレーベルではあるが、ルパン三世カリオストロの城や、ジャリンコチェ等のジブリ以外の宮崎、高畑作品もラインナップに組み込まれている。スタジオジブリも一アニメ制作会社であり、 常に映画を制作しているわけではない。そのため、様々なアニメの下請けとしてクレジットされることもある。日本映画制作者連盟によるデータ。日本では、1999年まで配給収入が用いられてきたが、2000年から工業収入に切り替わっている。日経 BP コンサルティングが2001年から毎年実施している。 ブランドジャパンのコンシューマー市場調査結果によると、スタジオジブリは2002年から2006年まで消費者から最も評価されているブランドの上位5位以内に毎年ランクされていた。共感するブランド部門では2002年から5年連続で第1位に選ばれている。電通ヤングルビカムが2007年6から7月期に実施したブランドに関する世界最大の消費者調査。 ブランドエナジーパワーランキングにおいて、スタジオジブリは、第2位に選ばれた。ベルリン国際映画祭の金熊賞、アカデミー賞アニメーション部門、千と千尋の神隠しやベネツィア国際映画祭の金の、オゼ・ラ賞、スタジオジブリの技術に対する評価で受賞するなど、国際的にも高い評価を受けている、ジブリ映画であるが、そこに至る道のりは平坦ではなく、現在も、 その評価は一様ではない。ジブリ作品は、早くから、日本国外の映画祭に何度も出品したが、一般大衆レベルで、ジブリのアニメ映画が早くから受容されていたのは、香港である。1987年6月に、天空の城ラピュータが、天空の城の台で公開され、興行収入はその年の香港における、外国語映画にとなる1300万香港ドルの、 ヒットとなった。1988年2月には、風の谷のナウシカが、風の谷の台で、工業収入1070万香港ドル。1988年7月に、隣のトトロが、竜猫として1100万香港ドルの工業収入を上げた。いずれも1997年時点で、香港における日本映画の上位に食い込む、好成績だった。以後も、 魔女宅急便が1990年に公開されるなど、スタジオジブリ作品は香港で上映されていった。その後、ジブリ映画はニューヨーク近代美術館、モマなどで開庫展が開かれたり、千と千尋の神隠しが映画批評を集計するサイトで、ほぼパーフェクトに近い点を記録したり、アカデミー賞、アニメーション部門を受賞したり、国際的な フランス人漫画家メビウスが自分の娘にナウシカと命名したりと高い評価を受ける一方、ゲド戦記の原作者で小説家でもあるアーシュラ・ケール・グウィンは本作の原作改編部分やディティールの弱い絵などに強い違和感を示した。フランスでも宮崎アニメの正式な紹介は遅れ、1993年のアヌシー国際アニメーション映画祭では、 紅の豚が長編部門の作品賞を受けるものの、1995年の劇場公開では工業的に惨敗した。アメリカにも風の谷のナウシカが輸出されているが、配給権を得たのは低予算 C 級映画で知られるロジャー・コーマン配下の会社であった。116分の本編は95分にカット、ストーリーも大幅に改ざんされて、風の戦士たち、 ウォリアーズ・オブ・ザ・ウィンドと題してアメリカ国内で短い期間劇場公開された後にビデオで販売され、さらにはヨーロッパ各国にも転売された風の谷のナウシカの日本国外版も参照のこと。この風の戦士たちは宮崎アニメファンたちの間では悪評が高い。このアメリカ向け短縮版は宮崎春に無断で作成されたものだったが、この一件で 宮崎駿とスタジオジブリは自社作品の輸出にあたってはノーカット公開を要求するようになった。その後のアメリカでは1989年に天空の城ラプレタが小規模な劇場公開があったが、欧米では本格的な劇場公開は行われず、正規ルートでのビデオ発売も遅れたため、不法コピーの海賊版が出回っていた。アメリカでの興行収入は、 スタジオジブリ作品では、仮暮らしのアリエッティが1920万2743ドルで1位、崖の上のポニョが1 5 9万399ドルで2位、千と千尋の神隠しが15万5859ドルで3位となっている。これは公開関数の違い、アリエッティ1522スクリーン、ポニョ927スクリーン、千尋ロ714スクリーンもあるが、 仮暮らしのアリエッティのポスターやトレーラーは、旧来のジブリ作品に比べて、ディズニー色が強くなっている。ポニョ公開からキャスリーン・ケネディやフランク・マーシャルが、英語吹き替え版の制作葬式を務めるようになった。口述の不絆とジブリの新たな結びつきが生まれる中、風立ちぬはそれまで公開された宮崎作品や、アリエッティと同様、ディズニーが、 国米の配給権を取得している。2018年12月14日より、隣のトトロが北京や上海など中国の50都市で劇場公開。中国本土でジブリ作品発の大規模な上映になる。アメリカで独立系の配給会社 GE、キッズとジブリの関わりは2011年にで開催された特集上映に始まり、2012年から 国立小,小坂からの劇場公開と翌年にはビデオ販売が行われた興業収入は100万ドル。続いて、かぐや姫の物語、2014年70万ドルと思い出のマーニー、2015年56万ドルが公開され、2013年にタッチストーンで配給された風立ちぬから2016年のレッドタートルソニーピクチャーズクラシックス配給まで、 4年連続でジブリ作品がアカデミー賞の長編アニメ部にノミネートされた。北米デグキズは過去のジブリ作品すべての配給圏を保有して上映を実施。2016年から翌年にかけてもののけ悲鳴や2日間に400巻以上で千と千尋の神隠しのリバイバル公開が行われ、それまで一般の劇場では上映されていなかった思い出、ポロポロや 海が聞こえるが初公開された。さらに2017年と2018年には、イベント上映を手掛けるファゾム、イベンツと、毎月一本のジブリ作品を上映する、スタジオジブリフェスト、スタジオジブリフェストを開催。魔女の卓球便は2日間におよそ600巻で公開されるなど、吹き替えと字幕版の両方が上映されている。2017年よりクキズは、北米で、 それまでディズニーによってビデオが販売されていた作品の再発売を開始した。アメリカ国外ではフランスなどでディズニーが引き続きジブリ作品の流通を担っている。1980年代までは脇に俳優が起用されることもありつつ、寺田ノーなど主役級には主に声優事務所に所属する専業声優が起用されていたが、1990年代以降の作品では、 主役や主要人物の声は、テレビドラマ等で有名な俳優が多く起用されており、これらは往々にして、ジブリ作品の特徴として語られるが、縦の瞳によれば、俳優さんの仕事の中で、声の仕事だけが文化していったのは、70年代くらいから、であり、高畑や宮崎は、昔ながらのやり方で役に合う俳優さんを選んで、いるだけであったという。また宮崎は特に、 高畑のキャスティングのセンスには、全幅の信頼を置いていたという。しかし、名前が売れている俳優を起用すれば、テレビ番組などで勝手に映画の宣伝をしてくれるため、宣伝費、広告費が必然的に浮くからとも、鈴木は発言している。声優の選考に関して、千と千尋の神隠しの完成報告記者会見で、宮崎駿は自分の中のイメージが出来上がった後、 プロデューサーが次々に持ってくる声から選んでいると答えている。外国メディアからのインタビューの中では、日本の女性声優はコケティッシュで男性の気を引きたがっているかのような声の持ち主しかいないので、ハウルの動く城のアレチの魔女役にはは全く必要としていなかったと述べている。もののけ姫はこうして生まれた。には、ナウシカ役等を演じた島本スミが、 職業上の仮面を引き剥がせずに、宮崎の要求する演技におられない様子が収録されている。もののけ姫以後も役名がクレジットされないキャラクターに、文学座所属の俳優が多く起用される傾向にある。もともと、スタジオジブリは、映画、風の谷のナウシカの商業的な成功をきっかけに、設立されたプロダクションであり、当初は、同作制作の中心人物であった。 宮崎俊、高畑勲が監督する劇場アニメ4長編の制作を中心業務としていた。そのため社内は常に宮崎と高畑を頂点にして回っている一面があった。しかし、1990年代の時点で宮崎、高畑両監督ともすでにベテランであり、とりわけ国民的映像作家としての地位を固めていた宮崎の後継者の確保はジブリの経営にとっては、 大きな長期的課題の一つであり、比較的早い段階から様々な試みがなされていた。スタッフの正社員登用の開始に合わせて演出回復制を制度化。村田和也らを排出した。1995年7月15日、近藤義文監督作品、耳をすませばが公開。近藤はジブリの設立以前から数多くの宮崎、高畑作品を支え、 また当時のジブリ作画人の代表格とも言える、ビン・ワン・アニメーターで、同作の成功により、宮崎、高畑の最良の後継者と認知され、ジブリの内外から大きな期待を集める存在になった。しかし、その近藤は1998年1月に47歳で、病死してしまう。その後のジブリでは、 長編作品で宮崎と高畑の後釜を担える力量を認められた監督候補として近藤に代わるだけの人材が決定的に不足しており組織内の人材育成も難航を極めていたまたそれまでも含めて育成だけではなく外部からも今までに主に若手中堅世代で注目したクリエイターを何名か監督候補として招いて制作作業に携わらせているものの ジブリの社風に馴染めず交番したケースが少なくなかったという。過去には、ラピュタの自作に企画されていた、アンカーの押井守、魔女の卓球瓶で、片淵主席、ハウルの動く城では、東映動画から出稿していた、細田守の交番などが伝えられている。劇場実写映画では、式日の安野秀明と、悟られトリビュート2。 a サットジニアスの本校かつゆきを制作しこちらは公開している。このような状況を指して、安野秀明は1996年の時点ですでに、宮さん、宮崎日本部に、抱っこのジブリの環境では、後継者は育ちませんよと指摘しており、後には、当のジブリ経営人であるはずの鈴木敏夫をして、ジブリは、宮崎と高畑の二人のためのスタジオであり、 人材が育つわけがないと発言している。鈴木はジブリの若手、中堅世代のアニメーター育成のために、テレコムからベテランアニメーターの大塚厚生を招聘したが、その大塚の主なアドバイスは、宮さんの言うことは、右から聞いたら、左へ流しなさい。自分の好きなように描けというものであったといい、前述の近藤は、 その発言を受け入れたことで頭角を表した一人だったという。近藤坊都後の2001年、千と千尋の神隠しの作画監督をした安藤正氏もまた、ある意味、ジブリを壊していかなくてはいけないと、ジブリの方法論に従うだけの現状を疎んでおり、実際に制作中、ジブリの外からアニメーターを積極的に受け入れるなど、していた。鈴木は2006年、 けど戦期の制作にあたって、当時三鷹の森ジブリ美術館の館長で、それまでアニメーション制作の仕事は実質未経験であった宮崎の息子の宮崎五郎を監督に起用する人事を行った。これは鈴木が前提としてジブリの今後を考え、当の鈴木を含め宮崎や高畑勲が恒例であるためと発表当初のインタビューで述べており、つまりは事実上の 後継者育成の一策として起こしたものであると認めている。しかしこの五郎の監督起用については宮崎と鈴木の意見が真っ向から対立しており2010年末にも鈴木は質疑応答の中で宮崎は未だに下道選挙を我君に取らせたことについて僕のことを許していないんですよと明かしている。2009年頃からは 宮崎の主導によるスタジオジブリ経営援を可燃計画がスタート。最初の3年間は若手の起用、企画と脚本だけは宮崎が用意。最後の2年間は超大作の制作に充てるというプラで、この計画の第1弾としてジブリハエ抜きの米、林広正の仮暮らしのアリエッティが第2弾として宮崎五郎の国立小坂からが制作された。 超大作として、風立ちぬが制作され、宮崎駿は、長編映画からの引退を発表、ただし後に撤回。2014年には、思い出のバーニー制作終了後に制作部門が解体され、以降の長編作品は、他のアニメ制作会社と同じように、フリーのアニメーターを作品ごとに集め制作するスタイルに変わり、その最初の作品である、レッドタートルある島の物語は、 海外のアニメーターであるマイケル・リュ・ドク・デュビットを監督に抜擢している。仮暮らしのアリエッティを試写室で見た宮崎春の第一世はジブリ育ちの演出が初めて誕生した。とコメントを寄せている。宮崎春、高畑衣さんは東映アニメーション出身、他の監督たちも打者からの遺跡であり純粋なジブリ出身の監督としては、米、林博雅が 初となった。他方で、鈴木は、経営再建中だった、徳間書店の参加から2005年に、ジブリが独立した、際の資本金が1000万円であったのは、それが、宮崎、高畑、鈴木の3人で拠出できる金額であったからで、宮崎と高畑の2人が引退したら、ジブリも終わるのが基本という胸のことも述べている。2016年に、 ジブリ初の公開指定対談を行う。対談は、鈴木敏夫と鈴木の下で仕事を学んだ、石井智彦で行われた。スタジオジブリ総選挙。また2017年6月、愛、地球博記念公園にて、ジブリパークを建設することが正式に発表された。日本各地に、ジブリグッズを販売する、専門店は、多数ある。東京駅八井口地下の、 東京キャラクターストリート内にある、どんぐりガーデン、名古屋市にある、メッセ、宮崎県日光市にある、武蔵屋、スタジオジブリ認定ショップ、鹿児島県鹿児島市にある、アミユの森、高知県高知市にある、どんぐり共和国などである。また、金曜ロードショー金曜ロードショーで、ジブリ作品を独占的に放映する、日本テレビのグッズを扱うヒテレアでも、ジブリグッズが発売されている。 一方で、ゲーマーズやアニメートではほとんどジブリグッズが売られていない。アニメートでは、グループ企業のムービックが関わるグッズの未販売。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。